和紙下町探偵団源さんです。急遽ですね、下町探偵団の写真展っていうのをやることになったのだ。下町探偵団と、この秋分社印刷株式会社コラボイベントなのだ。この秋分社印刷のビル、秋分社ビルの屋上で写真展開催予定。まだ写真展そのものは9月の29、30、10月1日、2日、4日間なんだけど、今日は作業風景を撮影する的な感じかな、スペースとしてはこんな感じ。このスペースにどういったらいいのかな。イメージとしては洗濯物、青空にたなびく T シャツ、たくさんここに吊るしてさも洗濯が終わったばっかしの T シャツが青空に、この青空にたなびいてる風景で、そこに T シャツに写真をたくさん貼って見ていていただこうと。なんで下町探偵団かっていうと、まあいろいろあったんだけど、急遽話がいろいろ2点3点して下町探偵団の、歴史があって、その中でまあ今まで撮りためた写真が下手くそながらも何千枚もあって、でそこには下町の風景をわしなりに撮ったものがあって、そういうところから厳選して50枚ぐらいを展示して、下町にこんな風景ありますよ的なのを見ていただこうっていう企画なのだ。でね、もっと言うと印刷会社と絡んでるっていうのはどういうことかというと、印刷会社で作る印刷物、今回の写真で使う印刷物、これがねジークレイ印刷というちょっとね特殊高度な印刷技術の印刷物なんだよ。で、どういうふうに言ったらいいのかな、紙はドイツから仕入れて、普通カラーの印刷って4色で印刷するんだけど12色の、高解像度の印刷をします。なので下町探偵団の写真を見ながら、こんな高度な印刷ができるのか、じゃあ秋分社印刷さんに写真の印刷とかイラストの印刷をお願いしようかなみたいのが裏のというか本来の目的。まあそういうことで下町探偵団と、秋分社印刷はウィンウィンの関係でイベントを、写真展のイベントをやるっていうことだな。
長く使うので、切り出し突き出しをやるんです。これが往復で使えてる。こんな感じ。この T シャツに写真を貼って見ていただくと。晴れてないよね、今日ぐらいな感じでね。一応会期は9月29、30、10月1、2、言った？さっき言った？なんだけど、雨が降ったら注意したな。4日間のうち1日雨降っても3日間ぐらいはできるとか。なんか1年で一番雨降らないんだって、過去の歴史上データを取った限りでは、統計上一応おくつろぎ用スペースも作る、テーブルと椅子、休憩セット、下町らしい感じでラムネなどを出してみようかと思ってる。ラムネ有料だけどね。こっち側の壁はいいんだけどな。まあ基本暴れるときは酩酊作用なんで、アルコールは出さないことで考えてます。いい感じじゃん。いい感じで。こっちも通す。あ、そっちも通す。景色が出来上がってる感じしない？いいね、いい感じだね。まあテスト段階で今日が本ちゃんじゃないけど、だいぶ雰囲気は見えてきたね。いいじゃん、いい感じじゃない。最終的にはそっち長いから今、あ、すげえ。ここです。出力してます。こんな感じで出てきます。ビルの屋上はね、柵の外落ちたらちょっとやばいんで。立ち入り禁止エリアもあります。とりあえず1回テストは終わったんで、本番用に T シャツまとめてます。意外と干した時さ、シワになったりすると目立っちゃうよね。あ、そんなわけで下町探偵団初めての写真展、過去にね、もう7年ぐらいやってんだね。5000枚はないかな、4000枚はある。4000枚くらいから厳選した、50枚の写真を展示しますんで、下町の歴史とともにちょっと遊びに来たら嬉
嬉しいです。詳細は概要欄に貼っときますんで、ぜひぜひ遊びに来てください。なんだ、これでいいのだ。